どうもヤマカイテです。こんにちは。ちょっとね、唐突なんですけども、皆さんにね、皆様に見ていただきたいものがあります。タイトルにもある通り、私の胸の悩みでございます。そう、まずはね、その百聞は一見にしかずということで、皆様にね、まずは見ていただきたいと思います。なんかちょっと恥ずかしいな。ちょっとこっちからアングル変えますね。はい、これそう、こちらになるんですけれども、ちょっとね、前からだと全然わからないんですけど、ちょっとね、横から見たらすごいわかるかな。はい、ここにね、穴が開いてるんですね。はい、こっちからかな。はい、ここは穴開いてるんですね。これね、その俗に言うそのロート橋っていうやつなんですけれどもね、普通のまあ人からしたら、まあちょっとね、へこんでるだけじゃねえか、ちょっとね、腹筋ちょっと見せたいだけじゃねえかというね、思われる方もいらっしゃるかと思われるんですけれども、これね、まあ僕の職業柄といいますか、結構まあ本格的に、悩んでいるっていうよりか、まあちょっと本当にまあ、困っているものでございます。ちょっと僕今なんでカメラ持ったかわかんないんですけど、まあ今でこそね、まあその職業柄っていうところで、まああれなんですけど、中学生の頃とかは、あれ穴開いてる、俺ホローなんじゃないか、あれ俺選ばれし者なんじゃないか、ここからちょっとね、エネルギーをちょっとギューって溜め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 て、セロか、これが心ところでね、まあ普通に生活をしてる分には全然まあ困らないし、まあどちらかというとそのね、今みたいにネタにするところはね、まあ面白いか面白くないか置いといてネタにできるので、まあ逆にこういいのかなっていうところではあるんですけれども、私こう見えてもね、そのバレエダンサーでありまして、そのバレエダンサーっていうのはその踊るのに加えて、その肉体をどれだけこう美しく作っていくかみたいなのがすごい大事になってくるんですけども、バレエ自体が結構その本場がロシアでございまして、まあロシアの方ね、結構その胸が熱い方とか、多いので、まあ特にね、まあ特に、そう、yeah. What happened? Yeah, that's what I'm talking about right now. Really? Yeah.そう、こっちの胸が大きくてこっちの胸が小さいみたいなね、まあ女性の方も結構なんか左右に差があったりするのかな。ちょっと犯罪になっちゃう、これちょっとね、あとはね、そのバレエっていうのは結構その型っていうのが、決まっておりまして、これがね、例えばこの腕の型で言うと1番、セカンドポジション2番、3番、っていう感じで1の型、2の型、3の型、4の型、1つかわね、relax a little. It's okay. Relax your face. Relax. っていう感じでね、そういう型があるんですけれども、先ほど言いましたそのロシア人の、体型に合わせて結構型がね作られたりする。そう、バレエ自体がそのね、型と型をこういかにこう綺麗に、型と型を綺麗に打つ。美しく、踊ってきてくれたバレエなので、そのバレエダンサーさん、本当に美しい人はどの瞬間をスクショしても美しく映るっていうところがあります。 I got it. Anytime you screenshot when Rina looks beautiful, show me. Yeah, show me. ちょっとね、バレエの説明が長くなってしまったんですけれども、何が言いたいかというと、これ特にね、僕のそのセカンド2番のポジションやった時ですね、はい、2番のちょっと場所がないけれど、2番のポジションやった時に、特にこの横から見た時ですね、この胸板がない分、ちょっとあのポジションが綺麗に見えないというのが、ちょっと、僕の悩みでございます。はい、 I mean, when you wear costume, it doesn't realize. まあ今これ動画用でね、結構このくぼみが見えやすいものを着ているんですけれども、 Can you do second position? Ah, from on the side. You see? It's beautiful. What? You have chest. You don't have chest too. I don't have chest. Here. This is your chest. 僕もね、そのネリアさん、女性を片手でね、持ち上げたりもするので、ある程度やっぱ筋肉はあるんですけれども、筋肉がね、この横についちゃって、そう、ここにね、なかなかつかない、ここっていうところでね、ちょっと今ね、今ちょっとまで、ちょっとふざけて、今お話をしていたんですけれども、やっぱりね、その弱みとか、自分のね、弱点っていうのを、ちょっと低いテンションで喋ってもね、なかなか見てる側とかしたらね、なかなか疲れてくると思うので、ちょっと何言ってるか、ちょっとごちゃ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 、こんな喋り方して、ごちゃ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 ごち
ということでね、その実際にちょっと楽しい映像をお届けしたいなというところで、バレエのね、リハーサルの映像を今日はちょろっと撮ってきましたので、それをちょっと流しながら、ロート教というのがどれだけ厄介なのかっていうのをね、わかるように続きましてお話をしていこうかなと思います。百聞は一見にしかずということで、はい。ということで、参りましょう。Yes。はい。ということでですね、これディレクターに許可をいただきまして、リハーサルの映像をちょっと YouTube でね使用させていただくことができました。はい、誠に感謝したいでございますね。まあ自分たちのね練習用に撮ったっていうのもあるんですけれども、はい、これはですね、海賊というバレエ作品になりまして、男の人が上半身裸で踊るものになります。はい、そう、さっきはね結構その衣装でそのふわっとロート教の部分をごまかせるっていうのはあるんですけれども、この作品に限ってはもうごまかしようがない、ちょっとロート教がねあらわになってしまう、フォローがバレるっていう状況なんですけれども、まあ、あとねそのパドゥドゥ全般に言える話なんですけど、まあ、ちょっと パドゥドゥっていうのはね、パパドゥじゃなくてパドゥドゥっていうのはまあ男女でこれ一緒の踊るやつだね、パドゥドゥっていうんですけれども、これ全般に言えるのは、まあ、ちょっと男の人がねこう線が細いとちょっと女性が映えないと言いますか、まあ、やっぱこの並んだ時の見た目っていうのが結構大事になってくるので、まあ、よくね見せ筋っていう言葉もありますけれども、結構ね、まあ、見せ筋っていうのもバレエの中では意外とまあ大事だったりするのかなという感じでございますでございますね。はい、ちょっとね今からこれリハーサルの映像をちょっと流しようと思います。はい、そう、こちらのね海賊のリハーサルが始まって2日目になるんですけれどもね、その前の作品はねちょっとパドゥドゥのがなかったので、ちょっと久々のパドゥドゥということでちょっとね言い訳をしている感じなんですけれども、これはですね、このパルドゥといってもね、これはグランパルドゥと言いましてね、こうパルドゥが終わった後にソロとソロがありまして、最後またパルドゥで終わるっていうね、まあそのパッパッ、さっきねそのパルドゥドゥって言ったんですけど、最後実はパルドゥの最後こうだっていうのがありましてね、まあちょっと、最後盛り上がる部分なんですけれども、だからちょっと最初はねパルドゥ、ちょっとゆっくり始まってソロでね結構がっつり盛り上がって、最後こうだでもがっつり盛り上がるみたいな、そんな感じでございます。はい、普段のリハーサルではね2人ともこうマスクをつけて今やってるんですけれども、これねまあ2人今一緒に同棲してるっていうことでね、まあちょっと、人も他にいないのでスタジオの中に、マスクを外してリハーサルやってます。はい、ちょっと久々のマスク外してリハーサルをするとね、なんか服を着てないみたいな、ちょっとねなんかちょっと恥ずかしいみたいな顔を出すので、ちょっと、ね、面白い感覚に陥ったりしますよございまして、はい、ちょっとうまくしてるかな。こちらは衣装の話になってございますね。これ海賊って言って、まあ、上半身裸なんですけども、実はちょっとシートベルトみたいなのもつける人もいまして、これちょっと、ね、やってる、ちょっとやっちゃったよ。 Yeah, but I have to one shoulder like that. This one, yes. Yeah. Okay, sounds good.マスクもないし、髪もめちゃくちゃ短くいっちゃって、なんかもう 裸で踊ってもほんと全部裸。はい、ということでね、まあ実際にそのタイトルには、まあ、その悩みっていうのを書いてるんですけれども、僕としてはまあその悩みっていうのもまた違うのかなっていう感じでございます。まあそのバレエ自体がもともと完璧っていう人はもう誰一人もいないんですけれども、どれだけその完璧に近づけるかっていうのがすごい大事で、まあっていった時にどれだけそのね自分のその弱点とか弱みっていうのをどう克服していくかとか、それを踏まえた上でどう理想に近づけていくのかっていうのが、ね、すごいバレエの醍醐味だと思っているので、そう、例えばねその朝起きた時にいきなりこれ、腹筋一個ポコって出てるとかは絶対にないので、やっぱりその成長をするにはその自分の弱点を認めるっていうのはやっぱり一つのまあ第一ステップとしてね、っていうのはすごいあるんじゃないかなとか、まあ今回でこそね、まあちょっとバレエの話になったんですけれども、これはねいろんなまあ万物に共通するお話なんじゃないかなと思っております。ということで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。ぜひぜひね高評価を1万回押したら、もしかしたら腹筋がポコッ出てるかもしれません。 Your friend for the muscles to go ポコ Yeah
でね、僕たちチャンネル登録100万人目指しております。100万人もしかしたら行ったら腹筋が100万個に割れるかもしれないということで、それではバイバイ。バイバイ。Dinner at an IHOP, a shower at a truck stop, listen.